茨城県日立中市で去年12月末から先月末にかけて歩道に設置された街路灯82基が盗まれたり壊されたりしていたことが分かりました。市によりますと被害に遭った街路灯は鉄製で15センチ四方の立方体のものとアルミ製で円筒型のものの2種類です。再設置の費用も含めると被害額はおよそ1600万円に上るということです。 警察が窃盗と器物損壊の容疑で捜査しています。